はい、こんにちは。大阪大学の清野です。今日は、えこの前、あの、この国際会議ね、えー、日本戦維会学会が、えー、主催した、このテキスタイルリサーチシンポジウム twenty t w e n t 2021. これね、これ略して <laughs> TRS48 でね、数字がいい。 で、この、この前、この国際会議が、えぇ、ー、8、9とありました、12月の。で、あのー、私ね、えぇ、ー、8、8日に、あのー、話させてもらいました。どれだみんな、あ、これね。えー、なんだスマ,スマートテクスタイル &IoT っていうセッションで、えー、ヘルスケアデジタルトランスフォーメーション using スマートウェアラブルこれ。 で、あの、まあ、招待講演で、あの、これ、話しました。で、今日は、これを、まあ、このままね、あの、英語で話しても、あれなんで、これ、このスライド、もうちょっと小さくね。この内容を、えー、日本語で解説します。で、まあ、2二十5分、あ、何分だっけな。25分ぐらいの講演だったかな。で、もちろん、そこでね、メッセージが、 伝わったと信じたいけど、やっぱりなかなかね、あのー、まあ、限られた視聴者だし、まあ、え、日本語の、日本人の参加者も多かった。学生もね、参加してくれた。で、まあ、十分に伝わらなかったとこはあると思いますので、えー、まあ、これスライドはそのまま、英語ですが、えー、日本語で解説していきます。はい。で、スマート、あ、違う違う違う。ヘルスケアデジタルトランスフォーメーションね。 後期ワードとしてはデジタルトランスフォーメーション一つあります。これ何か聞いたことあるデジタルトランスフォーメーション。これはね、なんかまあ情報、あの IoT とかインターネットとか情報端末とかそういうのを使って何かやるっていうイメージで捉えられてることもあるけど、えー、私はこれはまあデータを使ってまあ価値を作り出していくというそういうプロセス。ね。それを、ええー、 表ししてていいいるという解釈で話説明していきますだからここではねスマートウェアラブルスキーワードはねスマートウェアラブルスってなんだろうそしてデジタルトランスフォーメーションって何だろうでそれを実現するために私ね企業の方何考えてるんだろうという話をしていきますはいそれじゃあやっていきますよしはいで、えー、スマートクロージングこれは先域界学会なので 多くの研究者は繊維を開発したり、まあ、服のことを考えています。でスマートクロージングっていうのは、まあ、スマート衣服とかスマートウェアとかも言われるけれども例えばこの、ね、これねこれマネキンが着てるけどもこれ下着を着て真ん中にこう,、まあ、でこう情報を送れる、まあ、セ,ンセンサーを含んだデバイスがついてますここれ一緒だ、ね、これ一一緒緒だです。 で、これを使って、ええー、私はね、5年ぐらい前から、あの、職場の安全を守る、職場の安全衛生を管理するシステムを開発してきました。で、2018年だね、2018年も春には、あの、最初の、この、実用化のバージョンができて、それで、まあ、実際にサービスを、この、ここ、倉敷宝石株式会社から、 発売されて、サービスずっとやってます。もう4年経ってます。で、これ何かっていうと、まず、まあ、スマートクロージング何かっていうと、このシャツの内側に、ここ、エレクトロード、電極がついてます。内側にね。で、電気的に心臓の電気の、心臓ね、電気的に活動するんで、それを計測します。で、そこから、ここから線がこうね、線といっても、導電繊維というもので、ここまで繋がってます。で、この、ここに、あの、ーターアンプも入ってます。今、小さい。 を通して、まあ、心電図が測れるんで心拍数を測る。ね。測れる。あるいはまあ加速度センサー、こうアクセラレーションって書いてある。加速度センサーも入ってるんで動きが。体の動きも測れる。あとは温度計も入ってるんで、これ、温度計は服の中の温度を測ってます。皮膚の温度じゃないです。まあ、こういうふうにセンサーがいくつも入ったデバイスがついてると。で、これを使って、あっちのね、あるけど、まあ、装着、使ってる、着てる人、これがスマートフォンを見て自分の。 ま、状態を確認する。あるいは暑さに応じて、例えば夏は熱中症に、ね、なりやすいから、それ暑さの状況を確認して、どれだけ体に負担がかかっているかな、負荷がかかっているからっていうことを見れるようにしてます。で、ある、あとは、この大きい画面は、会社全体で管理者の人たち、管理者の人が、まあ、複数人をいっぺんに確認できるようになってます。で、これをまあ開発してきて、で、この公園では、その開発、 まあ私やってるのは主に中,主に中身だけだだってデバイスは作れない。うん。で、最終的なアプリはもちろん、ちゃんとソフトウェアのね、得意な会社の人たちが作るわけだけど、なんかどういう仕組みで計算すればいいか、どういう仕組みで判断すればいいかっていうのが、私、開発してきたとこです。だからその、まあ、開発を含めれば5年、ちょっとなるね、5年ぐらいの開発を経,経験をもとに、えー、このスマートクロージング。あるいはまあ最近腕時計型もあります。それも使ってます。 で、そういうのも含めて、えー、スマートウェアラブルスっていうのは、そういう、まあ、こう、いろんな生体情報、体の情報ね、心拍数測れたりする装置です。はい。これを使って、まあ、日常生活に役立てる。っていうことが、うん、目的です。そして医療ね、メディカル。っていうのもあるけど、ここはどっちかというと、メディカル以外のところ、主に働く人たちのために役立てようという視点で話していきます。はい。 で、ここ、スマートウェアラブルス。インプルーブ・アワー・ライフ。で、これは、まあ、こういうの便利そうだよね。心拍数測れたりすると、まあ、テレビのコマーシャルとかでみんな見たりするとも、睡眠の質が測れるよとか、まあ、心電図が測れるよとか、いろんな機能あるのあるよね。で、そういうのを使うと、何かお医者さん、病院に行ってたお、行って評価されてたことが、まあ、日常毎日できるから、なんか、 もっとね、みんな健康的になれるんじゃないか。そういう期待感あると思います。で、そういう期待感から、ね、一番上に書いた、ウェアラブルデバイスマーケット。まあ、市場が、だよね。ここ。ウェアラブルデバイスの市場が、あのー、こう、ぐーんと、ぐーん、ぐーんと大きく成長していくよと。これ、まあ、いろんな市場調査会社の報告書。そうなってます。うん。ただ、ちょっと、 私もね、自分で開発したりして、その企業が売ってる状態を見ていて、確かに伸びてはいる。けれども、必ずしもそれが大きい伸びかなっていうと、まあ、ちょっと期待されたほどでもないかなっていう印象もあります。これね、これ実際に数字は書いてない。だって数字書いたって、それが正しくないのも多いので、ね、ここはその、勢いよく増えていくって期待されてるけれども、ハテナ。ね、約束されてるうん。 でそうじゃないんだよって開発してくると分かってくる。これは期待感。うん。それに応えるために開発者がなんか新しいアイデアをなんか提示しなきゃダメね。ね。そういう革新的なものをやっぱり、あのー、作らないと。例えば電気自動車がこれからもう全部ガソリンやめて電気自動車に置き換えましょうよ。これは あの CO2 の削減とかいろいろな目的はあるけれどもそれを実現するためにはやっぱりガソリンよりも何かいい性能そしてまあ値段もねそんなに高くないそういうことを実現していかないとその本当の目標っていうかねまあ目標あるいは期待はね実現しないってことがありますだからウェアラブルデバイスウェアスマートウェアラブルスもマーケットを大きくするっていうのはただまあね 待ってればなるってことじゃなくて誰かがアプリケーション応用を広げていく必要がありますよとねここで書いた病院とかね患者さんのモニタリングとか、えー、いろいろ書きましたがそういう応用を広げる必要がありますよとそして一番下ここに書いてある To survive BUCA だよブーカブーカちょっとね英語の発音はねあの参考にしないでくださいブーカーワールドね で、そこでは、まあ、今から言うヘルスケアデジタルトランスフォーメーションって必要ですよと。で、このブーカ。ブーカ、ブーカの世界を、まあ、ここ、生き残るためにということで、ちょっとブーカ行こうか、うん。どういう社会に役立てたいかっていう、まず背景だね。我々が生きてる背景について、さっし述べてます。で、ここ。えー、ファットイズブーカだね。はい。で、ブーカっていうのは、これ、 あの、4つの単語の頭文字を取ってます。ボラティリティ。ね。アンサーティニティ。コンプレキシティ、アンビギュイティ。だよね。ボラティリティって言ったらまあ変動、変化が激しい変化の度合いだよね。で、アンサーティニティはまあ不確定な、コンプレキシティ、複雑な、アンビギュイティはなんか曖昧でどうなるかなと。こういう言葉の頭文字を使って B、U、C、A です。これはもともとね、えっ、ー、と、この 冷戦が終わったでしょ冷戦が終わった後の社会を表すためにあのあれアメリカのあのアーミーカレッジで、まあ、そういう状況を表す言葉として作られた。でその後ね2010年代に入ってからやっぱりビジネスの市場もいろいろ変化が激しいからそういう状況を表すために「ブーカ」っていう言葉がビジネスでも使われ始めた。で この2020年だな新型コロナウイルス感染症のこの世界的な流行もあってもう非常に世界が変わったでそういうふうに急激に世界が変わるしじゃあどうやって対応したらいいんだろうこれもわ分かんないねそういう状況を表すので、まあ、ますますまあだからここに書いた例えば新型コロナウイルス 感染症であるとか、あと日本がね、これから、今も立ち向かってるか、スーパーエイジョストサイトか、エクストリームホットサマーって書いてあるけど、あ、ヒートサマーごめん、これ猛暑、猛暑だね。エクストリームリーヒートサマーって書いてあるけど、すごく夏も暑くなってる。で、何かこのま、これまでなかった災害なんかも出てる。あそういう問題に、あ、これ、これ、赤いわけです。立ち向かっていこうよ、ということなんだけども、ここで問題なのは、うん、今まで経験したことがない。 経験したことがない課題だしど予測もできないそういう状況にやっぱり立ち向かっていかなきゃいけないどうしようということだねでそこでまあ強調したのが一番下に書きましたリアルワーードデータから知識を発見するつまりそれでもやっぱ現状起きてることを速やかに見てさ見て何が起きてるあこれは どどういういい関係ががああるるの、ね、のくらいの影響があるそれをもう速やかに氾濫してできるだけ早い対策を取っていくっていうことが大事そのためにはデータから有効,的有効に効果的に知識を見つけていく必要があるよねというところを強調していますつまりもう急にすごい状態になっちゃった、ね、例えばまあ,あ猛暑だって今まで40度ってなかったあんまり時々あるけどね それがもう今月毎日40度だとかね。そういう時にどうしたらいいのということに対応していこうということです。あるいは新型コロナウイルス新しい変異株出たよと。どういうふうな症状で変化していくの、うん、そういうのに対応したんよねっていうことです。はい。はい。で、ここで。まあそういうふうな、そういうあの文化っていう状況はあるけど、日本もどん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 劇的に社会が変わっていってるよ。 っていうことも気をつけてくださいねと。とはい。で、このタイトルではね、あの、can we create jobs for older, まあ、elderly people だね。without retirement age これは、まあ、もう定年なんてないよと。もう、働ける限り一生涯働いてほしいんだけども、うん。そのために、まあ、仕事をどうやって用意しようかなというところがあります。で、ここでは、problem in Japan だね。 日本の問題、いろいろあります。これは、スーパーエイジドソサイティ、超高齢社会。あるいは、えー、ね、高齢になってくる。そして、若い人たちの割合が減ってくる。絶対的に日本人というか、日本の国内にいる人たちの数も今減ってきてます。そうすると、働き手が不足するとか、人口減少なのに、ディーポピュレーション。あるいは、出生率も低い。で,でも、寿命は長くなる。だから、医療にも、費用もかかる。 看護に、介護に、介護介護ね、もう人手がかかる、そういう状態があるよね、ということで、いろんな問題が起こってます。で、日本で起こった問題。日本はこれからさ、高齢者の割合がもう、まあ、すでに世界で一番多いけど、でも海外はそうなっていくんだよね。特にアジアの国々っていうのは、これから高齢化率。で、ここで高齢化率っていうのは、主に65歳以上の人たちの割合を言うよ。はい。で、 そうなってくると何が問題かっていうと、えー、社会保障だね。えー、まあ、えー、保険、国民保険,保険だねあの。病気のケア。そして、えー、年金。これをどうするかだ。で、その時にここだね。How many working age people are available to finance one retired person? って書いてるけど、まあ、こう、まあ、定年があるとまだしようや。定年後の一人、定年を迎えた一人の 方を、こう、ね、資金的にサポートするのに、まあ、こう、利用可能な働く世代の人数何人いますか何人で高齢者を、一人をサポートしますかっていうことだね。この疑問に答える。あ、はい。これも両方考えます。で、まず、はい。こうだね。まず、高齢化問題、言います。 はい。これ、パーセンテージ。65歳以上の人口の割合なんだけど、日本、2021年の統計で29.1%、もう約3割、なってます。で、ヨーロッパは比較的緩やかです。この高齢回数の増加は。で、2050年まで29%、ヨーロッパはね、こういうふうにね、なると言われてる。日本はどうこれ。2050年、40%だよ。40%が65歳以上。もう大変だよね。 はい。そしたら、それをまあ、じゃあ今の仕組みで言って、定年後にサポートする。できるかなっていうことで、さっき言った問題だよね。何人でリタイアした人を支えるはい。では歴史的には、1960年。その、その当時は、11人で1人のお年寄りをサポートしてました。で、ライフエクス p e c t a n これは、えー、 まあ平均期待される寿命だねどのくらい生きるかなっていうそれは女性フィーメールで70歳男性メールで65歳でした1960年は65歳だったよね男性なんかは女性でも70歳ぐらいで、まあ、平均寿命っていうのはなってましたそれが今や今何 ?2021 年だよね今やはい2 0 2 2 2です2人で,す2人で1人を支えてます もうずいぶん減ったねで寿命も伸びてるよね女性で88歳男性で82歳、まあ、これじゃあねちょっと今までの年金システムこのままじゃ維持できないよねでまあこれ70歳75歳、まあ、75歳だね後期高齢者って呼ばれる75歳を超えると、えー、一生で使うこの医療費の半分以上がねその、まあ、何うね75歳以上でかかると言われてます。 だからとにかくたくさんの費用がかかります。はい。では、この、どうするか。ということで、上だね。やはり働き続けなければ、この社会の維持は難しいでしょ、ということはあります。はい。で、そういうことで、まあ、定年の、ね。延長というか増加。定,まあ、定年の廃止っていうことがある。で、そうすると、ね。まあ、リタイアする年齢をどんどん上げて、まあな、ない方がいいよね。というのがある そうすると、ね、高齢で働く人たちがどんどん増えていきます。でそれはそれでこれであめでたしめでたし。で簡単にまあ接続できないだろうっていうのが私の意見です。でどういうことかっていうと60歳を超えるとね今までの経験的な知識で体の機能を落ちてきます。認知機能も落ちてきます。だからいろいろと体の問題が起こってくるので。 でそういうことにもケアしていかないと簡単に働いて、ね、長く働けるっていうことはないよっていうことで、これどうケアしていこう。だから、働く人たちをいかにケアするかってますます大事になってくる、ね、ということが言いたいです。はい。で、例えば、ちょっと前のこのね、これマクドナルドのこの募集広告。これみんなどうかなあの、私もね、これもう4、5年、もう4、5年かな前かな ぐららいからみんなも意識しどう例えばスーパーであるとかこういうファーストフードで「あれすごいお年寄りが働いてるな」んてこ言っちゃうあれだけど口悪あれだけどすごいあお年寄りの人が働いてるなっていう印象がすぐ持つようになった昔は何かすごい若い人、うん、そういうところでアルバイトしてるっていう印象があったけどすごい、ね、年齢を重ねた人も働いてるでここで「大丈夫」って書いて「マックならチームで」 助け。会えるから大丈夫だけど、まあサポートは当然必要だよねっていうことです。だからどういうサポートしていくかっていうことで、ウェアラブルセンサーの使い方、使い道あるでしょということです。はい。で、そこでだ。そこでちょっとね、いろいろまあ言ったけど、状況は変わっていくんだよ。高齢の人がたくさん働くようになります。そして、いろんな病気のリスク、さっき言ったね、高齢によるリスクもあるし、感染症も 新しいのがいつ流行るかわからない。そういうことをケアしていく必要があるね。職場でたくさんの人が一気に感染するようなことも起こるから。それをいかに防ぐか。で、そこでやるのがワークプレイスウェルネスマネジメント。うん。つまりこれ。ワークプレイス、職場で。で、ウェルネスって何だろう。ウェルネスって、これね、健康って何病気じゃないこと。病気じゃなきゃ健康うん。で、これ実はそもそも健康ってそういう定義じゃなかったんだよ。健康っていうのは、 あの、病気がないとか、体が弱ってないとか、それだけじゃないよと。社会的にもね、精神的にも。あの、ま、あらゆる面で、え、脅かされてない、安心できる状況にあるというか健康だよって、そもそもそうだったんだけど、それでもね、やっぱ病気じゃないことを意味する健康っていう言葉も必要だよね。だから、ま、そういうの本来の健康、うん、すべてにおいていい状況っていうのを、ま、表すのに、ま、ウェルネスとか、ウェルビーイングとかいう言葉が使われるようになってる。 これは今病気じゃないからまあいいだろうと。ね。いうことじゃなくて、今病気がなくても、それでも健康を維持するっていうのは、毎日の生活の中でか意識して、してくださいで。今、いや、今までよりもっと健康的にっていうことを意識しましょうということがウェルネスです。だから職場でウェルネスをまあ管理しようということです。で、スマートウェアラブルを使っているということです。はい。で、上に書いたね。まあウェルネスっていうのは、あの、病気じゃない。 怪我してない。そういうことだけじゃないんだよと。それ以上のことだよ。ということです。で、今までね、えー、今までね、やっぱ健康っていうこと、みんなね、メディ,メディカルね、あのー、まあ、病院とかね、診察のことをすごく意識する方は多い。これどういうことかっていうと、ここですね、ここ。 ここ書いた。ここはね、なんか指標、健康を表す、体調を表す指標がこの軸だと思って、ここで、こっちが軸です。はい、こちらが軸。で、そうすると、今までの意識は、この、健康と病気を分けるラインを意識して、これを超えないように、これを超えないようにっていうこと。これはあると思う。これはまあ、メディカルではこれを強く意識する。ここを超えたらもう病気だからねっていう風にね。だから、ここを超えないように、ここを妨げよう、防ぐようにっていう意識がありました。 ただ、ウェルネスの対象となるのは、ここの境界じゃないよっていうことをまず強調したいです。これどういうことかっていうと、これね、ここ。で、やっぱり、いや、ここじゃないよ。ここだけじゃなくて、やっぱここでも、もう健康的に毎日を過ごす。つまり、ターゲットオブウェルネス。ウェルネスはここ全部見ますよ、ということです。で、もう一つ。職場の安全衛生管理の考え方。これも歴史的にね、作られてきました。これは何か。 ここ、アクセプタブルスタンダードって書いたけども、これは、まあ、安全基準、許容基準と呼ばれるラインがあります。これは、ここを超えたらね、何か病気になる可能性は、まあ、高いわけじゃないんだけども、さっき言ったこの、病気と健康をね、分ける境界があるとしたら、それよりぐーっと安全側に踏み込んで、このマージンを取ったところに線を引いて、この基準を守るように、 日々皆さんに働いてもらいましょう。っていうのは、この安全基準、許容基準です。だからこれをね、見守る。超えたからって何かすごく悪いことはない。ただ、隔離、あの、よくリスクっていう言葉あるんでしょ。職場におけるリスクっていうのは、怪我とか病気の起こりやすさとか、あるいはその、怪我とか病気の、お、ね、あの、深刻さ。これを踏まえ、それを表す量なんだけども、ものなんだけども。だから確率としては高くなるからね。できるだけ。 リスクは下げましょうということはあります。はい。で、この許容基準、どうやって決める、ね、なんか実験すればいいじゃないかと思うかもしれないけど、なかなかね、病気になるまでとか、なんか人間に悪影響があるまで実験すること不可能だよね。だから根拠を持ってビシッと決めることはなかなか難しいです。だからできるだけ安全側にという意識で決められています。で、この許容基準をどう決めるか難しいよね、ということがあります。で、 そして、ウェアラブルだね。これをどう使っていくのっていうのは新しい試みだ。これをどうやって使っていきますかっていうことです。で、この、まあ、ウェアラブルデバイス、ウェアラブル使えば心拍数とか測れるもんね。だから、これまでもいろんな研究者がいろんなね、提案、開発いろんなことを開発して、まあ、医学でも役立つっていう、 報告あるでしょうということはあります。で、これ、どういうことで、まあ、従来の伝統的なアプローチ。ね。これ、例えば心拍変動っていうのがあります。これは何かっていうと、これ心電図だけど、こ心電図、こうね。心臓が電気的にこう、脱分局する。電気が流れて、心臓のとこね。流れていくとこう心電図測れますけど、この拍動間隔この一回、拍動してから次に拍動するまでの時間間隔をどん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 ,どんこう、通じにしていきます。 で、もし、1秒、1秒、1秒、間隔がね、1秒、1秒、1秒、一定だったら、それを横軸にか、ね、縦にね、間隔をかけば平らになるでしょわかるこれにも書いてこれ1、1、0 0 0点が1秒だからね。1、1、ね、こう平らになるけど、これは横軸に拍動の回数を書いてる。で、この心拍変動っていうのは、まあ、自律神経の機能を表す部分がある。だからこれを使って健康を評価できるよねっていうのがあります。で、例えばこの赤いの。これ、健康な人の心拍変動です。 で一定じゃないねといねとうことはあります健康な人の方が揺らぎが大きいです。でこれ心不全の患者さんこの青だけども何かいのゆ揺らぐ幅も狭いし間隔も短いっていうことがあります。だから心拍数とか心拍変動の特徴を見ればああ健康評価できるよねって思われると思います。で2番目に書いた。だから今までの、えー、と医学 の用途で考えられてきた分析方法とか知識って、うん、使えるよねと。職場の安全性、ウェルネスの解でも使えるよねと。うん、そういうのもあると思います。あると思うけれども、まあ、ここはちょっとメディカルと違う部分もあるので、新しい方法を導入する必要があるねっていうのがこの講演のポイントです。はい。でやっていきます。これは従来の方法。メディカルを意識した方法。確かに 役に立つ非常に重要な知識です。でも、新しいアプローチって必要ですよということです。ということで、ここでね、我々やってきました、私やってきました。えー、ヘルスケア・デジタル・トランスフォーメーション。で、デジタル・トランスフォーメーション、データをいかに役立てるかっていうことです。で、DX っていうのは、これ、トランスフォーメーションのトランスっていう英語の略が X なんでと、DX って訳され訳します。はいで ヒューマン・センタード・デザイン。あ、ごめんなさい。三つ。ここでは三つね。三つのアイディアを提案しました。で、三つのアイディア。一番上。これね。ヘルス系、あ、違う。ごめんなさい。全然読んでなかった。ヒューマン・センタード・デザイン・オブ・ア・サイバー・フィジカル・システム。ね。これ人間を中心に据えて、サイバー・フィジカル・システムっていう、この、構造を使いましょう。ということです。これは、 え、システムの構造についてのポイントです。はい。で、サイバーフィジカルシステムって何かなっていうと、まず、一番上に書いてサイバーフィジカルシステムで、サイバーとフィジカル、二つあります。で、まあ、フィジカルから言います。フィジカルワールドっていう、フィジカルスペースか。フィジカルスペースっていうのは実世界のことです。実世界のデータを、IoT センサー、あるいはウェアブルセンサー、これも IoT 化されますが、そういうので、体の情報とか、 気象の情報、温度、湿度の情報、周りの空気の情報、そういうのを集めます。ね。で、次。サイバースペース。これは、まあ、インターネットの世界、あるいはクラウドコンピューティングとか、そういう、まあ、コンピューターの世界。ね。そこにデータを送って、データを分析する。で、役立つ情報にして、またそれを実世界に返す。っていうことを行うシステムです。これ書いてあるけどね。センサーで、体情報、 気象の情報。で、我々が開発したシステムも、気象の情報は日本気象協会のセンサーネットワークで情報を集めています。で、体の情報はこういうウェアラブルセンサーです。ね。はい。で、クラウドに送って分析をします。そうすることで何がいいかっていうと、クラウド上でデータがたくさん集まるんで、そこで知識を新しく発見することができるんだな、ね。で、 これは問題の解決に役立つ知識もあります。はい。だから、まあ、分析にはこうに書いたまあ IoT とか AI とかビッグデータの技術を使います。そして、実世界の問題を、問題に素早く取り組んで、役に立つ情報を見つけてくる。そういうアプローチをします。で、ここ。まあ、リアルタイムとナウキャスティングと同じ意味だけど、じゃあその分析したら直ちに返すっていうことです。実世界に。で、これね、 まあ言うなればこういうことです。今まで何か体の知識を得るっていう時には、まあ生理学とかでね、実験室ではこういうデザインでしょ。実験しようこの条件とこの条件を用意して比較して結果が出ました。そしたらまあ結果を分析して、はい、そしたら論文を書きましょう。で投稿して出版される。こういうことね。科学者の仕事ってそうだったよね。それを、このサイバーフィジカルシステムどうするかっていうと、 データはどん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 ね、あか、測ります。で、別に問題設定、事前の問題設定は、まあない場合もあるんだけど、あ、問題が起こりましたと。気温が40度を超えてきました。何か、得体の知れない感染症が職場で流行ってるみたいです。その時に、じゃあ、どういう変化が起こったか。体ね、みんなの体にどういう変化が起こったかっていうのを、もうすぐデータ集まってるから、直ちに分析して、 もう、だって、分析。まあ、これ、あれだけど、ほとんど自動化できますよっていうことだよね。自動化して、もう、すぐデータ出る。結果出る。もちろん、詳しいのには時間かかるかもしれないけど、もう、パターン通りのけ分析っていうのはすぐできます。だから、すぐやって、すぐ、結果を、ね、そのシステムを利用してる人に見せれば、見てもらえばいいよね。そういうことです。だから、あの、なん、かな。まあ、科学の自動化っていうか、 うん。はい。そういうことがありますよ。ということです。はい。そしたら、はい。じゃあ次。まあそういう構造を取りましょうよ。と。ね。つまりもう、うん。もう今まで科学の専門家が使ってた手法をみんな使ってください。と。みんな使えるんですけど、自動的に機械がサシステムがサポートしてくれます。ということです。はい。そしたら次は、パーソナライズドアプローチ。これは個別化っていう意味で使いました。ね。だから今度は、 個別化アプローチっていうのを、ね、提案します。これ何かっていうと、今までね、メディカルの用途ってさっき、あの、従来の研究のスタイルで見たけど、健康な人、病気の人、あるいは、ある病気の人、その病気じゃない人を比べて、違いを比べるっていうアプローチをしてました。ね、そのためには、調子が悪い人のデータっているよね。うん、言います。で、そういうアプローチじゃなくてっていうところで、ね、だって病気にはならない方がいいんだもん だからここは普段を見守るっていう方法を提案します。で何かっていうとはいマセマティカルモデリングアン・オ、ね、ブ・アン・インディビジュアルズ・ハードレッド・レスポンスこれはもう別に病気がないっていう前提で毎日ね働けてます。そのある個人の心拍数の変化をその他のデータそれ以外のデータから予測できるように学習しましょうということだけです。だけです で、利用可能なデータ、アベラブルデータ、利用可能なデータは、年齢とか性別とか、どういう職種か。あるいは心拍数であるとか、体の活動量は加速度センサーで測れます。で、インクロージングテンパーチャー、服の中の温度測れます。これは、いろいろとね、防護のために、えー、風通しの悪い服を着る場合もある。あるいは、今はね、ファンがついてるような風通しがいい服も着てる場合もある。そういうふうな、 ね、服装の影響っていうのも評価できるし、あるいは環境の温湿度なんかも入手可能です。で、これらのデータ、今もリアルタイムで測って、さっき言ったクラウドから、クラウドから、クラウドへ集められます。はい。そうすると、この中で心拍数って体の、ね、基本大事だよね。大事です。はい。だからこの心拍数をね、このそれ以外のデータから、数式を使って予測します。だから学習しますよと。 で、ここでは数式、この数式なんか難しそうじゃないって思うかもしれませんが、ここはちょっと省略する。いろんな方法あります。単純な方法、回帰モデルとか、そういう方法でも、すごくね、あの、予測できます。で、ここは、むしろこういうことだな。私はこの方法、枠組みを提案するんであって、もっと予測できるよ。もっと精度予測できるよ。さあ皆さん、頑張ってやってくれば、 できるようになります。はい。そこはやってください。ということで、モデルは詳細には言いませんが、予測すると。そうすると、これ。今、オレンジ色で書いた線。これは、まあ、これは、あの概、概念図です。で、他のデータから心拍数の予測のこういう線が描けます。時々刻そして、実際に心拍数も測れます。当然測れます。これは、まあ、ウォッチであるとか、チャンスでも測れます。そうすると、実際、実世界、フィジカルシステムの観測、心拍数。サイバーシステムでは、 で、これ。あとね、毎日測るんで、あの、もう一つ大事なことは、学習って、1時間やるんですか ?2 時間やるんですか違います。1週間も1ヶ月も学び続けます。はい。で、最初は精度悪いけれども、まあ1週間ぐらいするとかなり良くなってきます。はい。で、これね、予測のと実際の心拍数を測る。そうすると、これ、実際のが合うようだとします。そうすると、最初はすごくね、沿って動いてたんだけど、急に外れました。 急に発生だってことはこれあ、普段とは違いますよってことでね。だから普段とは違うようですよ。ちょっと注意してくださいねということをまあ、利用者に伝えるわけです。だからこう離れるっていうところを見ますというだけです。だからこれ,どここれ病気なんですか、そういうことじゃなくて普段と違いますよということです。でこれはさっきの概略、も概念を説明するために作った絵ですが、これは実際のデータです。 はい。このデータ。で、これ実際に、えー、工場で働かれていた方です。で、予想いいですよね。最初ね、青とオレンジ反沿ってる。で、それが昼休み入った途端に、ぐーっと心拍数、実際の心拍数が高くなった。ということで、だってこれ、体の動きに対応して心拍数は上下します。だから休んでると、こう、心拍数って低くなります。だから、すぐ休んでた。 部分ありますが、心拍数だけは上がっていったっていうことがあります。12時過ぎからね、今度、あそことかね、あります。そうすると、このシステムは、この時点で、心拍数がちょっと高いですよ、ということを検出して、作業者にもお知らせするし、管理者にもお知らせするということです。で、まあもちろん、もうその時点で調子が悪くなったと、なっていたと思いますけれども、まあこの矢印書いた時点で、えー、調子、ちょっと調子悪いですっていうことで、 この後、えー、この会社の中の保健室で休んだということで、ここは休んでます。で、これ急激に変わってます。で、その後ね、あの、この方ね、あの、元に戻っているので、特にまあ、病院に行ったわけでもないですし、ね、これでは、まあ、ちょうど休んだら良くなりましたっていうことですが、まあ、こういうふうに急,激急変っていう状態も分かります。であるいは別の例で。これはね、 8月1819203日連続をデータを書きましたでオレンジが予測青が実測ですそうすると見て分かりますこの一番下がええ、ね、このこれ連続する3日目ですからオレンジと青すぐ離れてますだってこれもうかなり離れてます110から130 30パークぐらいもう4あるとこは40パークぐらい高くなってますこれは非常に高いですでこうなってくると、まあ、これな、ね いや、やっぱりおかしいです。で、もちろん、あの、普段と違いますよ、違いますよって、ずっとこれは、この場合、あの、注意が利用者に行きます。で、実際、この仕事の、ね、あの、管理者の方も、あまりにもちょっとね、この、違いますよ、長い、調子を、ね、どうですかっていうふうに言われるんで、見に行ったら、非常に、まあ、もうね、あの疲れていた状態で、この、働いてた方も、 もちろん体調調子が悪いんですということで次の日休まりました。でこれもうその前の日からうちょっと体の調子が普段と違いますよっては出てます。だってこれ離れてますものね前の日から。でこういうふうにあこういうのがじわじわと前の日とかそのまあ前の日もちょっと離れてますけどじわじわと体調がまあ普段と違ってきているという状況もあるんでこれはもうちょっと早めに対応できたんじゃないかなと思います。ただからこういうふうに 体調がやっぱ悪悪い、普段と違ってもなかなかね、あの、なんですか、早めに休むっていうのはできない場合多いと思います。うん。だから、必ずしもね、調子をあの悪くなるのを見つければ、えー、いいっていうことではないと考えています。特に職場の場合はそうです。はい。だから、そもそも調子悪くならなく、調子悪くならなくするために職場をどう良くしていくかってことが大事だっていうのが、まあ私の意見です。 はい。いいですね。はい。ということで、まあ、ここはでも、まあ、個人を予測するアプローチ。いいでしょっていうことです。まあ、使え、そういう方法もありますよということです。はい。次、3番目。これ、ちょっと長いですけどね。The best model of a cat is several cats approach. ちょっと文章とアプローチがついてるんですけど、これは、まあ、簡単には、猫の最良のモデル猫っていうアプローチ。はい。言います。 で、この猫、まあね、の最良のモデルは猫っていう言葉、時々あの、まあ、私読む本でも使われます。これは何かっていうと、この言葉はもともとあの、ノバート・ウィンナーが書いたこの解説の記事にあの、書いてあったものです。で、本当はちょっと違います。The best material model for a cat is another or、uh, preferably same cat っていう、ちょっと違いますが、ここは えーとその後解釈された方とか私も解釈この意味っていうのを自分なりに解釈したことがあるので必ずしもあのあこれこの言葉ウィーナーねノバート・ウィーナーの言葉としてよく使あの引用されますあの数学者天才的な数学者ノバート・ウィーナーはいでこれ私がこの言葉からどういうふうに解釈してるかっていうことを言いますまず 数学的な数理モデルって予想、確かにいいことはありますよねっていうことですね。で、この真ん中。だから、猫をしっかり観測して、猫の数理モデルを使えば、猫のことをよく予測できるでしょう。まあ、そういう場合もきっとあると思います。で、この時、例えばこの簡単なグラフで説明します。で、X っていう量を観測して、FY っていうのを予測する。で、これ実際観測結果がこの青い、点々点々点点です。 観測します。そうすると、数理モデルっていうのは、まあ、例えばこれにフィットするってことですね。で、これに、じゃあ途中の値いくつになりますかね、これは内装の問題です。インターポレーション、内装、間に点を入れる。こうやってよくできます。これはね、例えばあの、ディープラーニングとか、いうことで、いろいろものを学習するときに、今まで学習してないものでも、その中間に出ればすごく予想できる。これがそう、なってます。ですので、 この内装の問題はいい。いいですよね。数理モデルいいですよ。だから数式で予測しましょう。モデルいいですよ。と。ありますが。じゃあ今度はね、内装と違う外装です。外に予測しましょう。ここは今まで観測したことがないんだけども、外の値もそのまま延長していけば予測できるでしょうと。まあ、正しい時も多いとは思いますが、外装の場合には、 でもちょっとこれが正しいかどうかわからないでしょうね。すね。わからないですよね。ってことを強調したいですだって。上にすごくいくかもしれない。下にすごく行くかもしれない。こういうことはあります。だって観測してないんですんだって、あの物理の法則でこれはちょっとなんか。じゃあなんか自然のこうばらつくデータだから予測できないけど。でもやっぱり数学的な理論っていつでも正しいじゃないですかと。 ただ、ニュートンの法則正しいじゃないですかと、もう、ニュートンの法則はもう信じればいいじゃないですかと言うかもしれないですけど、どうでしたあ違った。ちいちゃい世界になると、ニュートンの力学も破綻して量子力学じゃないといけない。速い世界、どうですか光のスピードになってくると、ニュートンの力学正しくなかった。つまり、ニュートンのね、法則だって正しいレンジがあった。ね。で、そこまでまあ、 物理的なところじゃなくても現実世界では外装の問題っていうのは単純にありませんよねっていうことですじゃあ外装の問題を扱うときには特にっていうことですはいだってこれはこうですもんなえあ、ー、れはいこっちはいよしこうですもんはいここのレンジって今まで経験したことがないんですよっていうことです はい。これ例えます。まあ、熱中症の問題、私やってます。はい。で、今まで実験室やってきて、このくらいの熱々はこのくらいの体の影響になるよね。っていうことに基づいて、さっきの許容基準、安全基準で決められてきました。はい。そうすると、ね、あいろんな基準できます。ところが、その時の実験、昔の実験で、40度とか42度とか、そんな実験やってません。ですので、 人間の体がどう反応するか体温を超えるような暑さでどう反応するかって十分に、うん、経験がないです実験結果がないですそれどうしますかってということですね。だからそういうふうな時には今までの知識とか今までの数理モデルを信じるんじゃなくて猫実際の猫を見ましょうよということでこの場合も実際のやっぱり人を見ましょうよという意味で使ってます。 はい、そうすると、はい、こうですね、まあ、熱中症の問題熱中症予防に役立てたいということであのウェアラブルの開発を始めたという経緯もあるので,、はい、で,すでここでこれウェアラブルセンサーってつけてる本人に役立てるさっきねさっきなんか予測するって言いました体調を評価するって言いましたから体調が悪くなった時に教えるこれ,これが本当の機能ですよね。 こう考えてる人多いです。私はそう考えてないです。これはもう最後の最後に本当に何か調子が悪くなった時にもな、うん、役に立つようにっていう機能は必要ですがそもそも調子悪くならないように工夫するのが職場の安全衛生そしてウェルネス管理なので体調が悪くなったらこれは失敗だと私考えてます。だから体調が悪くならないように過度な負担がないように 日常生活で過度に何か健康を害するようなことがないようにどうすればいいかっていう知識を得ることが一番大事だと思ってます。はい。で、熱中症の要望。だからもう暑さギリギリまで働いて熱中症にならなきゃいいんだということじゃないですよね。わかりますあもうだってならないならもう一生懸命働けばいいじゃないですかということじゃないです。暑暑さあんまり暑い時には 無理をしないいいよううにとでですすはい、でやっていきますで今まで熱中症のリスク評価では、ここ、レクタルテンパルチャー、直腸音が使われてきました。で直腸の場合、42度とか40度を超えると、まあ、熱中症になるって言われてます。で、あの、安全基準については、働く方々は38度ですね、直腸音。あ、普段は37度ぐらいです、大体皆さん。 で、働い、暑いところで働くと高くなっていきます。登っていきます。で、38度を超えないところが安全基準としてよく使われます。はい。暑さになれると38.5ってことあります。でも、さっき言うと40度とか随分そこまで高くないですよね。はい。で、じゃあ直腸を予測するっていうことで、ま、いろいろな数理モデルあります。心拍数を使って予測する。活動量を使って予測する。そういうモデルはあります。で、 食上の予測。これはね、個人個人、個人差があるので、バつきるんです、予測難しいでしょうってありますけども、ここではですね、グループミーハート A と書いてます、書きましたけども、集団の心拍数を使いましょうっていうことで、たくさんの人の心拍数、だって測れてるんですよ。みんなね、みんなはつけてないですけど、複数人の方が同じ職場でセンサー、シャツであったり、腕を受けつけてます。そうすると、心拍数を測って、それらの皆さんの平均値を測ると、 平均の心拍数は平均の直腸音とよく一致します。当然ですね、統計法則でデータが増えれば増えるほど相関はバッチリになってきます。はい。だから平均の心拍数を測れば直腸音を測れます。測れます。予測できます。精度が高くなっていきます。なので、はい、心拍数を測ればいいでしょうって。それだけです。だから、人の裁量のモデルは人たち。複数人の人たちで平均的な体への負担を評価しましょうという方法を使います。簡単です。はい。で、 これどういうふうにしていくかっていうと、はい、こうです。で心拍数っていうのは、まあ、安静時の心拍数に、運動するとさらに増えます。さらに暑さの負担があると下がりにくくなる分で上がります。あるいは、あのメンタルの,あの心配があったり、緊張すると上がったりします。眠気があると下がったりもちょっとします。こういう、 個人の中での、ま、じょ、どういう感情とか、情動の影響っていうのは個人差でばらつきがありますね。そうすると、たくさん平均を取ると、個人差があるものは消えてきます。で、平均を取れば取るほど、共通のものが残ってきます。そうすると、共通で残るものって何かっていうと、はい。仕事の負担。まあ、個人差があるじゃないかと思うかもしれないですけど、まあ、これも負担ごとに分けていく。ね。仕事の負荷、負荷ですね。そして、ここ、ヒートストレス。 h r ヒートって書きました。これは熱の影響で心拍数が高くなる。で、基本最後平均取れば仕事のきつさと暑さの影響っていうのが主になってきます。で、そうすると例えばここです。25度未満の環境で働いていたデータを集めてきます。そうすると、横に活動量ですね。これは加速度で評価します。身体活動量を 測って、心拍数を各個瓶に分けて平均を取ります。そしたら青い線になってきます。というふに、活動が上がると心拍数が上がるなと。これが外気温25度未満です。で、波線はいくつか温度変えてますけど、一番上の赤い線は外気温が34度。より高い日です。そうすると赤い線になります。あ、上に上がりましたね。ということですね。心拍数は活動量が上がると、運動強度があると上がっていきますけど、平行、上にシフトしましたね。 ですね、ここはねはいこの部分何を表してるかっていうと暑さの影響で体から熱が逃げなかった効果ということでこういうふうにたくさんの人がいれば暑さの効果って見ることができますこれは例えば外気温が4 0 °の時だって見ることができますただあんまり長く働かない方がいいですけどもそれでも評価できますので 実際に、まあ皆さん働いている状況でこの環境どれだけ負担があるのかということがわかります。で、例えば服でもそうですよね。あの、防護服とかで風通しが、通気性が悪い服を着た場合にでも、その負担っていうのが目に見えてわかります。はい。で、過度に上がらないように、上がりすぎないように職場で対策を取る。これが大事ですよ。ということです。はい。そして、 えー、あ、これですね。これは実験室でやったわけじゃないです。もうデータはもう毎日働かれてるんです。で、実験室、我々も過酷な状況での実験っていうのは、長い倫理的にも許されませんので、できない部分はあります。ところがですね、こう、現実の方々、やはり無理して働かれてるというか、やっぱその使命感もあります働かれてる場合ありますので、そういう状況がどれだけ負担があるかっていうのは、 確認しながらやるっていうことができます。で、ここで現実の世界のデータで現実的、現実世界のエビデンスを得られますよ。ということです。で、今までですね、厚さの評価っていうのはこのウ e ットバルブグローブテンパ e m p 球呼吸温度っていうのが使われてきました。これは何かっていうと、簡単に言います。湿球、これは温度計のとこにガーゼを刺して、湿ったガーゼを刺してます。そうすると、水が蒸,あの蒸発すると、 あねあの水が自我すると温度が下がります。あるいは呼吸温度ってこれは湿気温度。温度計。湿気温度計。これは呼吸温度計はこの日射の影響で熱くなります。で普通の温度計を今 T sub a と書いてそれを加重平均と言いますね。7体に対2対1で取ったのが WBGT と言われるものです。でこれを使って今まで暑さの負担を評価していたんですよね。でも人間の裁量のモデルはこれじゃないです。 人間の最良のモデルは人たちです。ということであの、ウェアラブルを使えばそういうこともできますよ。ということです。はい。で、もう一つはね、この、まあ、環境、初めての環境でも、まあ、これ、仕事しなきゃいけない。っていう場合に、これで、まあ、評価はできますよ。ということで、まあ、ブーカーな環境でもできますよ。ということです。ただ、評価するだけじゃなくて、改善っていうのが大事ですよ。ということです。 あ、こういう時に体に負担が大きいんだって分かれば、こう、インプルーブメントメディアを書きました。これは改善策を取り入れてくださいと。そうすると改善策で取り入れ、改善策を取り入れた後に再度評価する。で、あ、この上昇が下がりましたね。いいことですよね。それで効果があったっていうことが分かるんです。で、こういう,うに改善と評価を繰り返すっていうことが真に大事なことだっていうことを言いたいんです。ということです。はい。 ということで、あの,の TRS48TRS45 っていう国際会議では、まあ、ウェアラブルセンサー、まあ、特に服を使ったようなスマートウェアこういうものとかスマートウォッチも含みますけども応用を開拓していかないと市場の拡大っていうのを真にで大きいものできませんよねこういう問題意識があります。 そしてデータルトランスフォーメーション。データが価値を生むんですよと。とデータが情報を生むんですよ。ということを言いました。そして実際にじゃあどういう方法がありますかねということで具体的な3つの方法を提案しました。はい。これは以上です。他にはですね、私自身は例えば女性、働く女性のサポートをする。あるいはこれは、これは北極圏です。これはグリーンランド。すごく寒いところでの活動をつけてますね。 はい。これ、あの、犬ぞり冒険家の山崎さん、ね、やられてます。あの、つけて測られてますけども、そういう風に、いろんな環境でスマートウェアラブルっていうのを役立てて、生活を安全に、健康的にということに役立てたいですよ、というお話を、この国際会議ではしました。はい。それでは、以上です。